さあ、そしてこの2人ですね。構わんよ、忍びねえな。さあ、紺野大城、そして大内清水のこの2人のベスト4。今日は J 北海道、あ、J、あ、ジャパンですね。ジャパン北海道でやってるんですね。まあ、ちょうどいい感じじゃないですか、皆さんね、見てる人。パーフェクトそこそこ上位の試合見て、その後ジャパンの試合行くとね。こうダブル、こう同じ日にあるのもいいですよね。はい、あ、小樽ですね。小樽細いですね。ああ、多分それでいいと思いますよ。選手頑張れよ。パーフェクトの選手の方が見せてくれたよなって思わせてね。さあ、コークですね。いいな。さあ、大塩選手先行の701からゲームスタートですね。パーフェクトは701ファットブルですね。マスアウト、そしてクリケが挟んで、そしてもう1回、701が来て、で最後の5ゲーム目がゲームチョイスですね。うまい、うまい。今ちょっとカメラ目線どうよみたいな顔しましたね。カソタソラソメソ。さあ、ハット返しのコナーキオ。さあ、そしてハットを返す大城上がり。さあ、来ました。飛んでしっかりと追いつく。こんな今日ナイスハット、3連続ハット。あ、これいいですね。この150、あ、これもいいですね。万歳ハット、あ、いいですね。万歳ハット、さあ、ここですね。この大城あかりの肘の下がりがちょっと減りましたね、大城選手。5センチぐらい肘の動きが減りましたね。いいか悪いかはもちろん分かりませんけど、もっと下げてましたね、星野選手。どうなんでしょうね、あまり言わない方がいいかもしれないですね。もう僕は見てると、もう誰のフォームでも、誰のフォーム分かりやすい、分かりますね。本当肘の下がりが、ここ数試合、今日が一番動いてないですね、肘が。もともと動く選手なんですけどね。ナイストライ。ユーストリーム音出てないですよ。ナイスハット、万歳ハットください。さあ、22レフト、アレンジ入れずに一発。強いですね、今野明夫選手。ニコ生音なし。ハットで万歳は誰、失礼しました。
まり仕事させません。さあそして今の秋を先行のクリケット、な音聞こえなかったかな。まあ大塩選手本当に肘のね下がりがちょっとだいぶ減りましたね。悔しがってましたけどね、まあ、蹴ろうとしてますけど、次はなんかパーフェクトルールでどっかでやるって言ってましたけどね、まあ、パーフェクトルールでは結構負けないんじゃないですか、結構じゃない、負けないとも思いますけどね、楽しみですね。ひょっとして僕もそこ放送加わるかもしれませんよ。あ、こんなこと言ってよかったの。かまわんよ。あ、かまわんですか。そしてそしてですね、この大城選手。まあ、B ですね、B は禁止って言われたんですけど、大丈夫ですか。さあ、そして、B。来ました。さあこの2人のですねパーフェクト看板対決ですけどね、さあしっかりクローズしての、おめでとうございます。はい、ナイスファイブ。ナイスセブン、ナイスセブン、そしてね、おしゃべりに当たるぞ、当たるぞみたいな、踊りの舞が素晴らしいです、素晴らしいですね、喜びの舞ということで、はい、じゃあこれは表彰式なんですか。表彰式はあ、もう行っちゃいましょうか、いいですか。はい、はい、踊っちゃう。8足踊っちゃいましたけど、じゃあ本当よね、ちょっと今ちょっと準決勝だからさ、ちょっと静かにしてって言ってきた。ダメ。マサキさん、キムさんペアですね。おめでとうございます。この日の授業でございますね。アマチュアのですね、ちょっと。ぜひ次は優勝目指し頑張っていただきたいと思います。おめでとうございます。悔しいことに一掛けとしてかけての19ガラスの。さあそして、さあこのゲーム、大城あかり、ここですね、ここの大城あかりですよね。おめでとうございました。さあそしてここでしっかりと2本決めたい今野亜希。ナイス、しっかりと決めました、こんな秋を。
さあ、セブンマックスアウトですね。ナイスセブン。じゃあ、ただいま行われているゲームはパーフェクト女子準決勝ですね。今野秋代 VS 大城あかりの試合をお送りしております。いやー、内容の濃い試合ですね。ビッグラン、いや本当にちょっと大城あかり、ちょっと女子のねレベルをちょっと完全に抜きんでた感がありますね。2006番2012番2012番、2人の小ネタない。15番10番、ビクラの撤回なしよ。ディビジョンマックス撤回なんかしませんよ。ディビジョン2 2006番2012番、コントロールまでお越しください。うわ強い、カットからの加点。そうですね、今度秋をはやっぱテイクバックが本当に短いですよね。いやー、でも本当に大城選手進化してますね、うん、肘の動きがここまで減るとは思いませんでしたね。続きまして、はい、2人の先に写真撮影をもう一方いきましょうかもうね、あんまりね小ネタもう言えないですよ最近。最近ちょっとネタ言うとそれがもう電線のように広がって、もう本当にね、おひれはいれついて大変なことになるんですからね。 VB からエントリーの酒井さん、若杉さん、酒井さん、若杉さんペア。続きまして、ダッシュショップ DDD からエントリーのパンタさん、杉田さんペア。さあ、ここしっかりカットですね。3本使って本当に落ち着いてます、大城選手ね。もうちょっと女王の風格っていうんですかね。やっぱりね、大城選手にプレッシャーかけないとダメですね。絶対にプレッシャーかけないとダメですね。もう余裕持って投げてますよね。落ち着いてます。喧嘩なら女子さん、いやいや、それ言ったらまた大変なことになりますからねさあ、オーバー行きましたね。さあ、まあ、ここ余裕で対応をするんでしょうね。さあ、ここですね。ここ。さあ、ここで今野選手、この3投大事ですね。さあ、そしてトライですね。もう1回ブルー戻る、ナイス。これをですね、ずっと続けていけばですね、大城選手もプレッシャーかかってくるんですけどね。 B3 からエントリーの栗田さん、太田さんペア。栗田さん、太田さんペア。140。はい、それでは参りましょうか。ディビジョンマックスと2の決勝戦でございますね。これ同時にここで行われるわけなんですね。はい、参りましょう。はい、これはい、ディビジョンはマックス先に、ディビジョンマックス参りましょう。決勝戦、まずはクイーンピーから先に見捨てたのが今野秋代。さあ、しっかりと決めて大城あかりが先行のクリケットをキープ。神田さん、そして杉田さん、決勝戦を行いましょう。さあ、そしてディビジョン2、
さあ、そして今野選手の先行の 0-1 ですね。だから今のところですね、お互いが先行のゲームをキープして今に至ってます。栗田さんと太田さんペア。はい、ではこちらの方に来ていただきましょう。じゃあマックスがこちら、じゃあ右側ですね、ツーがこちらの左側の台。今野選手ブルいいですね。はい、万歳ハットありがとうございます。はい、大丈夫、勝手に話し合いを始めてますけど大丈夫。もめもめしてますね。僕らじゃないよってことですか。僕らじゃない、太田さんたちじゃない。さあ、そして決まった、ナイスハット、ね、万歳ハットありがとうございます。申し訳ありませんでした。大変申し訳ありませんでした。びっくりしましたね、いつ負けたんだろう。はい、そして万歳ハットありがとうございます。山村さんと久保さんです、ね、もうやっぱハットダリーですね。ちょっとやっぱハットはやっぱ簡単ですからね。いやいや、僕たちじゃなくてこの選手たちにとってはですね、ハットはもうしょっちゅう出すのかきついです。まあ万歳ハット、それでもありがとうございます。お付き合いいただきたいと思います。それでは参りましょう。3、2、1、ゲームオン。スタンバイでしょう。そしてまたまた万歳ハットありがとうございます。さあ、万歳ハットが連発されてますが、いいですね。あー、もったいない。さあ、どうなるのこれ。さあ、ちょっとここでですね、上がり目出せずに、またもや大城上がりがここでもうね、集中してきますからね、大城上がりって選手は。どっから行くのか。60。あー、落ち着いてるわ。いや、でも大城選手に聞いてみたいな。すごいフォームがですね、肘の動きがですね、だいぶ動かなくなりましたね。これはわざとなのか、意識してからなのかですね。さあ、テンパイ、万歳テンパイ、もうきついっすよ、もう万歳。うん、美しい、美しい顔も美しいけど、ダーツの軌道はさらに美しい。あっち向いてホイしましたね。ここでやるか、それを。ここでやるか。明日打ちしまった。さあ、そしてお互いですね、お互い。ここはですね、40か32にアレンジしてほしかったですね。サブロック、サブロックアレンジはあんまり良くないですね、ここでの。スイッチは珍しく動かず。あ、スイッチは寝てた。寝てない、大丈夫。うわー、ここで、ここでやるか、そのミスを。いやサブロクで、決めたらいいですね、決めたら全然いいです。2投目ですよね、2投目ですよね。ナイス、3投目しっかり決めました。